山田久志のグルメアンリミテッド。うまいホイコーローの秘訣はね、まず先にこう油通しっていうのかな、それをしておいたこのキャベツと豚肉を一回こうフライパンから出すっていうね、まあ、そしてさあ改めてまたタレ作りですね。ここにいつものようにニンニク、生姜、ネギを刻んだもので、そしてここに入ったこれがね、甜麺醤、豆板醤混ざってるんですけども、結局ここでは秘伝のタレホイコーロー醤という名前でこうしっかりとホイコーロー専用の、そうこのまタレをここまで香ばしく炒めた後に、先ほどのキャベツと豚肉、さあもう一回戻ってきた、こっからは早い、さあ一気にこの中華鍋で踊っております。ピーマン、キャベツ、人参、豚肉、踊っている踊っている、もう間もなくなのか、そうここの火加減が大事、これをねゆるーくゆるーく炒めてるとキャベツからね美味しい水分が全部出ちゃいますから、さあここを封じ込めるがごとく、さあ来た、このまま行くのか、そうさあお皿の準備ができた、早い早い、ホイコーロー完成です。じゃあランチセットホイコーローの完成です。今日もすごいねこれね、もちろんいつもの通り、ね、ご飯もおかわり自由でございます。これね一番大好きなメニューいただきます。いっぺんに口に入れます、これは全部を。いやもう美味しくないわけがない、もうねよだれいっぱいですから、いきます。うん、ここは。